ここが今噂の BYD ビルドユアドリームですね。あ、これも先生レンジエクステンダーですか。分かんない。これも、まあ、バッテリーバックがセンタートンネルにある感じですね。ハイブリッドなのか、デュアルモードシリーズって書いてあるから、きっとエンジンとあのモーターと両方使えることになってたりするんでしょうね。あのこういう風に、あ、パワーコントロールユニットがあるから、これは多分ハイブリッドですかね。でもこのモーター部分が先生かなり巨大ではないですかね。これ大きいです。かなり巨大なことになってます。はい。